おはようございます。速稼塾の久保です。今日は2月11日時間にして朝4時になります。まあ、今週の相場解説はね、この1本で終わりにしようかと思いますけども、昨日いかがでしたか？朝の相場解説を送らせていただいて、バイで入るポイントを明確にお話ししました。まあ、それまでの段取りもあってずっとバイの方を狙っていた。その途中で収束があったんで、そこの収束に対するブレイクを狙う時のブレイクポイントが115円の680というふうにね、明示したと思います。場合によっては750でもいいんですけどもね。いずれにしましても、どちらで入っても、このゾーンで入った方っていうのは、全員大きな利益が取れたんではないかなと思いますし、それまでも利益を取り続けてきたと思います。今日はそのことをね、端的にお話して終わりにしようと思います。こちらです。じゃあ1時間軸ですけども、ご覧になったように、ずっと場合で取れていたと思います。で、ポイントにした、赤い線ってのがついにここで使い切ることになりました。もう今後は出てきませんね。全部しっかりと使ったんで、115円の430とかね、下の方にあります110円の723とか、本当にこれを便利に使わせてもらって、何度も使ったおかげで利益が見込めましたね。でかなりの利益になったんじゃないですか。2月も1月もお年玉週間が2回もあったんですけども、2月もね、引き続き大きな利益を取ることができた。特にこの10日っていうのはドカーンと午後から利益を積みました時間になったんではなかろうかと思います。それが今見えてるところですね。特にこの四角で囲ってるところがありますよね。こちらの方ちょっとクローズアップして見ていきますね。これになるんですけども、ちょっとちっちゃくなっちゃってすいませんけどもね、左上の方に、はい、115円の680っていうブレイクポイントと115円の760でしたね。760っていう2つのブレイクポイントを皆様にお示しして先日の相場解説を終わりました。さあいかがでした？ここで倍に入ろうと、ここで倍に入ろうと、結局大きな利益が出ていたと思います。ちなみになんですけども、最高のポイントで利益が取れるっていうのはそれできすぎですよね。きっと多くの方はヒゲを戻したところで危ない危ないって感じで利確したと思います。まあそれにしてもね、ここでロスカットを食らっちゃうのはちょっとぼんやりですよゼロライン設定しといてくださいよ。ゼロライン設定も直前で、私いつだったかな、先週だったかな、実際にお見せしたと思いますから。今回これほどまでにね、上昇したのにゼロライン設定してなかったら、それはもう自己責任ですゼロライン設定は少なくともね、115円の970あたりに入れていただくか、116円ジャストに入れている方も大きいんじゃないですかね。切り板で行くんだったらこの筋です。116円の045ってことになります。いずれにしても大きなピップスをリスクリワード 3.1 以上で今回は取れたんじゃないかなと。場合によっては 1.5 5対1ですね、5対1のリスクリワードになったと思います。もう十分でしょう、この利益は。で、今後も、今度は、ここを、なんですかね、レジサポラインに迎えてですね、二つのエントリーポイントを私お示ししました。115円の680と115円の760です。それがそのまんま、レジサポになるわけですよ。で、こっから、またもう一回上昇を目指していくっていうのを、来週の月曜日の相場解説でお話ししようかと思いますけどもね。うん、いずれにしても、大きな利益を安全に取っていけた今週の相場解説だったんではなかろうかと思います。特に私の相場解説分かりやすいでしょ。どっちに行くか分かりませんよとかね、そういう時ははっきり言いますけども、ほとんど言わないわけですよ。横ばい、ブレイクで上昇、もしくはセルでエントリーポイントはここです、金額まで言うわけですからね。いや、これで利益取れないんだったらもう FX やめてください本当にこんなに明確に言って、はっきり言って、こんなのはね、大サービス中の大サービスですよ。でも私の発信がね、分かりにくいって方いると思います。分かりやすいという方がね、だいぶ増えてきたんですけども、分かりにくいという方、いや久保さん、そうは言ってもちょっとね、勝てませんでした、原因を一緒に探ってもらえませんかって方は、メッセージいただければ、しっかりとね、一人一人対応させていただきますんで、大丈夫です、任せてください。とりあえず速稼塾の塾生さんに限りますんでね、速稼塾に入ってないよって方はすいません、ご質問いただいても答えるかどうかはちょっと保証できません。まあ今のところはね、皆さんにお答えしますけどもね。でもできれば速稼塾の塾生さん優先でお願いします。それではありがとうございました。じゃあ今度は14日にお会いしましょう。おはようございます。2月12日の朝4時49分です。2時、3時あたりからチャートの方を見てたんですけども、
まあ、ぐーっとね、上昇していって上昇局面だったんですけども、これ1時間軸の話ですけどもね、116円の半ばをタッチして、115円台に戻ってきたかなっていうところまではね、確認したんですよ。それからですね、カップヌードルを食べながら今日も一日始めようかなと。まあ相場解説はね、もう昨日朝で終わりましたんで、特にすることはないなと思っていたんですけども、大変なことが起きましたよ。ちょっとね、チャート見てください。ぐわっと掘り込んできました。こちらです。ほら、1時間軸でカップヌードルを食べていたのがね、この辺なんですよ。で、ブラブラしてたら、なんとですね、今ちょっと目を離してもう一回チャート見たら、このようなね、急落が落ちてたんですよね。すごいですね。多分、これは、あと、ここで止まるとは思うんですけどもね。このあたりで。まあ、ですので、もう止まったかなと。114円台に入ったら、今度は逆に反発が始まって、上昇に向かうかもしれない。まあ、正確にはね、また14日、月曜日にまたお話ししますけども、まあ、いいところで終わりましたね。本当に。ここを逃して、利確をそこでして、じゃあ今週はもうこれで取引終わりですよって言ったところが良かった。運も味方のうちですよね。金曜日の夜ってね、大体ね、まあ、いろんなね、資金の流れが起きるんですよ。まあ、ですんで、この大きな下落も、まあ、ないっちゃえばないんですけども、これは今回大きかったですね。この幅は。おおむね1年、1円。1円以上が一瞬で動きました。これをね、売りで取れてる方はいないんじゃないですか。さあ、こういう時に考えるのが、要人発言ですよ。何があったんでしょうね。うん。まあ、なんかね、ニュースが入っているのかな？インフレ市長、金利為替のニュースを見ていくと、ロンドン外為11日ユーロ対ドルで下落、 ECB の金融政策正常化の思惑後退ということですね。何が起きたんでしょうね。すいません、ニュースはね、こちらです。こちらを見ていたんですけどもね、ちょっとこれだっていうのは分かんないですね。こちらでも下落が落ちてます。かなりの下落が、まあ、なかなか面白いじゃないですか、でもね。まあ、言うことはあんまりないかな、でもな。だから、ナイスなところで離脱しときましたよね。だから、やっぱり、私のトレードスタイルって、この、大きなマイナスを食らいにくいわけですよ。もう、今回みたいなビッグクレバスが来る前にもう取引を終えてますから。で、今回の動画で、ちょっとお伝えしたいのはね、大きな振れ幅が来そうなところでは、まあ、そもそも私はトレードしてないわけですよ。最初から。材料相場とかね。まあ、それがいつも、いい方向に動いてますよね。で、フォーメーションがしっかりと見えるときって、やっぱりブレイクのときぐらいなんですよね。大きく動くのって。だから、ファンダメンタルで大きく動くときってのは、そもそも私、相場に資金を入れてませんから、エントリーしてませんから、あまり関係ないかなってことです。だから、深追いはしないというところですよね。今回もそれが良かったなと思いますね。もしかしたら今回の動きで転換が始まるかもしれません。トレンドの方向に戻るっていうのが基本ですけども、今回はね、もしかしたら114円台、113円台の方向に行くのかもしれないですよね。転換を迎えて。まあ、転換の兆しはいろいろと考えられるんですけども、とりあえず、あれですね。まあ日曜日や土日と頭をね、冷静にして、月曜日からの相場解説お楽しみしてください。まあ、ワクワクしますね。いや、14日からの週何が始まるんだろう。もしかしたら、大幅な転換になるかもしれないです。全時間軸の、買い方向が徐々に売り方向に切り替わっていくようなね。そんなドラマを感じますね。じゃあ、お疲れ様でした。おはようございます。速稼塾の久保でございます。今、日曜日なんで相場は動いてないんですけども、先週のですね、ちょっと振り返りをしようかと思うんですよね。これがね、4日ですから、金曜日ですね。金曜日の朝9時の、チャートになりますけども、
どういうことが言えるかというとね、あのゼロラインの設定ってのはもうご存知ですかね、あの確認していただけましたかね。ちょっともう一回やると、エントリーしたラインが、まあ、エントリーってところにありますよね。二重でなぞります。110円の519という前々からあった赤い線なんですけども、でその時に引いたロスカットラインがこちらです。こちらにロスカットラインがありました。でも、まあ、ダブルボトム、その他全体的な右肩上がりということからですね、バイを入れた後どん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 チャートがですね、陽線を出して上の方に行ったわけですよね。まあ、そこで110円の723にゼロライン設定と言いましてね、ロスカットラインを移しました。こうすることによって何が起きるかというと、例えばね、このロウソク足が反転して下落に向かった時でも損が出ないようなロスカットラインが引けるわけなんですよ。本来は黄色いところにあったロスカットラインなんですけども、エントリーポイントよりも随分上の方に移動したわけですよね。まあこうすることによって絶対に利益が出るような、そんなエントリーになるわけです。その後は最大利益目標を115円の430というところで、以前から引いてあった赤い線がありますよね、こちらの方を目的にしたわけなんですね。これがだから金曜日4時じゃない4日のここの9時に行ったことです。確かね、4日の相場解説は朝4時か5時ぐらいにしたと思うんですけども、その時点ではこうはなってなかったんですよね。まあ、ですのでエントリーした後数時間後にこの形にしたということになります。で、その次なんですけども、その次がね、こういう風になってます。これが何を意味するかってことなんですが、ゼロライン設定をこちらに置いた後、チャートがどん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 上に上がっ、失礼しました、チャートが上に上がってきて、で一旦下の方に組み上げたんですけども、その後大きく上昇に向かったということですよね。で最大利益幅が115円の430でした。で115円の430にタイマーを仕掛けておくこともできたんですけども、おそらくね、多くの上級投資家さんはその直前で決済してるんですよ。そのためロウソク足は下の方に動いたわけですよね。で私の場合は寝てましたんで、この上手に決済できなかったんですよね。まあ、ですんで私の決済ポイントっていうのは今チャートをご覧いただいてるこちらになりますんで、多少利益は減ったんですけども、そうは考えてもね、結構なピップス取れましたんでね、ありがとうありがとうって感じでございます。ピップスとしてはこのぐらい取れてますんで、まあ60ピップス前後をいただいたかなと。だから6、7万ってことになります。でこれが結果ですよね。それからなんでこの結果に見出すかっていうと、ポイントは2つあります。4日の朝の配信、もしくは3日を見ていただいてもいいと思いますけども、1時間軸でのダブルボトムね、これが見出せたこと、これが1つ。もう1つ目が、全時間軸が右肩上がりになっているから、遠慮なくこの1時間でも倍が取れたこと。そして上級者なら知っているってところでね、4本の陰線陽線の並びですよ。これが実はもう一回ここに出てるんですよね。陰線陽線、陰線陽線と念を押す形で出てますんで、あ、これはさらに高い確率で倍の方に向かうなっていうことで、まあ、自信を持って倍でエントリーできたわけなんですよね。今後どうなっていくかっていうのは、また7日月曜日の朝の配信でお話ししますけども、一応ね、1週間の結果こう出ましたよってことにさせていただきます。以上でございます。大きく利益を上げられた方も結構いたと思いますので、喜びのメール全て読まさせていただいております。どうもありがとうございました。おはようございます。速稼塾の久保です。今日は2月7日朝6時の相場解説になります。先週末もしっかり取りましたね。上昇が行くことがあれほどはっきり分かっていれば、買いでエントリーすることってそんなに難しくなかったと思うんですけども、さあ今週はいかがでしょうか。まずは週が変わりましたので、週足からご覧いただきます。これが週足です。一番右側のロウソク足見てください。下に長いひげを出してますよね。陰線なのに下に長いひげを出しているってことは、これはね、下に行く、要するにセルに行く可能性が非常に低くなったってことが考えられます。で、この後徐々に上昇に持っていかれるんではないかなと思うんですよね。そういうところでね、ちょっとね、日足の方に移っていきますよ。こうやって日足を見ていますと、確かに陽線を2本出して、上昇傾向に変わっていることが伺えますよね。
まあ、その予兆としてはここに転換が来てるところがあって、そこから高値を切り上げて安値を切り上げるってところがこれから考えられるかなってことですけども、もう一つはね、こういうふうに収束していってるんではないかなってことも組み立てられるんですよ。そうなるとしばらくは収束を繰り返して、ある一定のレベルに来たらブレイクアウトするっていうふうなね、こういった図式も引けるのかなと思います。4時間ですけども、ダブルボトムを書いた後に上昇してますよね。その後でよくある傾向としてはこれがね、収束に向かうってことなんですよ。これが一つの仮説になります。まあ、もう一つはね、ここを抜けることはないと思うんですよ、しばらく。ただ抜けていったらこのまんま、高値を切り上げ、安値を切り上げに入って、素直に右肩上がりに入っていくってことが考えられますね。で、1時間でございます。次1時間です。1時間うまくいきましたね。なんせね、この4本とこの4本っていうのを知っていれば、それにダブルボトムと全体的に右肩上がりっていう背景をね、全時間軸で右肩上がりってことを背景として捉えれば、この上昇が読めないことはないと思うんですよ。で、ここまで突破すればできすぎなんですけども、まあ多くの上級の投資家さんは115円の430の一歩前で退いてますよね。だから利益確定をしっかりとして、それがここに現れてるんじゃないかなと思います。で、私の場合はこの115円の430マークしていたんですけども、ここで利確はできずにね、寝てましたんで。まあこの辺りで利確して、まあまあの利益で終わったって、まあそれでも結構いいですけどね、まあそんなところで終わっております。ゼロライン設定ができたのも大きかったですよね。ゼロライン設定ここにしましたからね、エントリーしたところからぐーっと上に上げて、刈り取ることができましたんで、60ピップスほど抜くことができました。それが先週の金曜日です。7万円数千円勝ちですよね。1日で7万数千円だったらいいでしょう、なかなか。はい、じゃあこんなとこですかね。はい、というところでね、今週の見立てなんですけども、収束していってブレイクっていうところじゃないかなと思うんですよ。ちょっと今日一日しっかりと見てですね、それから上抜けていくのか、それとも収束なのか、この2択になると思いますんで、そこを注視して今週の狙いにしておこうかと思います。それでは、はい、2月8日8日ですね、朝5時の相場解説になります。昨日はね、チャートがこういう風に揺れながら収束に向かっていってるんではないかなっていう風にお話しましたけども、それ以外のフォーメーションが見えないのかちょっと確認していきます。日足からです。日足を見させていただいたところ、このボラティリティがね、ここからここという風に大きかったのが、ここからここと小さくなって、だんだんちっちゃくなってるような気がするんですよ、ね、だから収束なのかなと思ってるんですけどね、もちろんその前はもっと大きかったわけですよ。で、その前はちょっとちっちゃかったですね。だから大きくなって、大ブレが、こう、小ブレになんかだん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 ちっちゃくなっていったのかなっていう風な感じなんですよ。じゃあ4時間の方を見てみましょうか。4時間の方は、ね、ここから、転換して、やっぱりこうちっちゃくなってるような感じでしょ？こういう風にね。で、収束した後、上か下にブレイクするっていう感じじゃないかなと思うんですけどね。で、1時間。なんか他のフォーメーション見えますかね？特にこれといって見えないんですけどね。見えないですね。逆田5歩を重ねても何も思い浮かんでこないですし、まあ、言えるのは、こういう風に、まあ収束に向かってるんじゃないかなと思うんですけどね。まあですので、ブレイク後の上昇なり、セルの波動を、まあ注釈していかないとなというところでございます。現在は、だから115円の430と110円の723という、まあ本当にね、30ピップス弱の間を行き来していて、しかもそれがもっとちっちゃくなってるってことですよね。だからもうそろそろ限界値に来てると思いますんで、まあ、おそらく私は上の方に跳ねると思うんですけども、どちらかね、ブレイクした方についていこうかなってとこですね。まあ今日はこんなとこですかね。
まあ、1時間ごとに見に来れるようだったらブレイクの瞬間を、まあ、エントリー入れられると思うんですけども、まあ、4時間ごとにしか見れない方は今5時ですから9時なり遅くても午後の1時にエントリー決めて、それからチャートバーがね、4時間でしたら午後5時ですか、午後5時なり午後9時にイグジットするみたいな感じになるでしょうね。まあ、ロスカットラインを忘れずに今日はエントリーできるかもしれませんのでね、収束からブレイクアウトに向かうところを狙ってみてください。それではおはようございます。今日は2月9日朝5時になりますね。相場解説を始めていこうと思います。昨日はですね、収束に向かったんではないかなということで、収束からおそらくブレイクしてバイの方に向かうよということをねお話しましたけども、実際今日は収束から上昇トレンドに入っているところを説明できると思います。まずはデイリーなんですけども、昨日お話したのはこういう風に振幅が来てこうなってですね、この辺りで収束だよと、でその後で、ブレイクするかどうかってことをお話ししようかと思ったわけなんですけども、おそらくねこれここを超えて115-430を超えて上抜けていってる瞬間ではないかなと思うんですよ。これを4時間でちょっと確認してみますね。4時間確認すると115-430は確かに超えてるでしょ。超えてるんで、収束はもう早速終わってですね、収束はだからこういう風に、こういう風に来ていたわけなんですよ。ね。で、こっから上の方に抜けるんじゃないかなと思ったら、まあ上の方に行き始めて、こちらの赤いところね、未だにこの赤いポイント使えてますね。これ便利ですね、115-430の赤線は。で、ここ抜けたわけですよ。抜けたんで、上昇トレンドが始まると思うんですけども、一応ここを超えるまではエントリーやめておきましょう。ここのポイントをね。だから115-670をエントリーポイントにして、バイで入るっていう風に目算を立てておけばいいんじゃないですかね。115-670ですよ。じゃあ1時間に変えます。115-670。670ですから、まだまだですね。ここですね。ここ。ここを超えたら、上昇トレンド確定っていうことでエントリーしていきましょう。まあ今のところ上昇トレンドになってますけどね。なってるけどもエントリーポイントはもうちょっと慎重に見極めていこうと思いますので、今こういうふうにね、下がって上がって下がって上がってが跳ね返ってきてるから、これがね、どこまで行くかな。もしかしたらこうなったらね、エントリーしなくて済みますからね。ならないと思いますけども。おそらく跳ね返ってここ。115-670でエントリーポイント取っておきましょう。それでいいんじゃないですかね、今日は。115-670です。ということで、収束、ブレイク、バイでエントリー、そしてエントリーポイントが115-670でよろしいんじゃないでしょうか。もちろんね、ここまででバイの方で昨日入れた方はもう利確して一旦閉めてもよろしいかと思いますけども、それでもね、115-670を突破したらまたバイに入るっていう構えで今日は行ってみようかと思いますけどもね。じゃあ皆さん今日も一日しっかり儲けていきましょう。おはようございます。速稼塾の久保です。2月10日5時37分の相場解説になります。これ今ね、今日は1時間足だけで解説していきますけども、これ上昇トレンド乗ってるでしょ。1時間で110円の723も抜けて、今115円の430を抜けたわけなんですよ。でね、どうエントリーポイント680、115円の680は、まあギリギリいかなかったですね、ここね。でも、ちょうどよかったんじゃないですか。で、注目するべきポイントってのは今ね、ここに来てます。ここですね。ご覧いただいたらわかるように、この円の中に、実体が少なくて上下のヒゲの方が長いのがいくつも出てましたよね。これ迷ってる状態なんですよ。迷ってる状態で、最後の方は下ヒゲが長いのが目立ちませんか。ね、それでまんまと上昇してるわけなんですよ。で、濃い太い上昇のロウソク足を作ってますね。で、全体的な流れってのはやっぱり倍ですから、言うまでもなく一旦は収束しかけた上の勢いが、これね、再開しようとしてるところなんですよ。ですんで、相変わらず、同じですよ、エントリーポイントは。115円の680で構えておいて、ここを抜けたら、バイに入りましょうっていうのが、今日の私の見解ですね。まあ、それ以外は別にいいんじゃないですかね、今のところは。横ばい状態に、ちょっと強めの上昇基調ですからね。
エントリーポイントを見据えて、それまでは見るのも相場というよりも、正確に言うと待っているって状態ですかね。じゃあ今日木曜日頑張りましょう。